アノマロカリス、アノマロカリス、アノマロコリスは、約5億に、500万、約5億、500万年前、古生代カンブリア紀の海に生息していた、捕食性動物である。アノマロカリス類の模式属で、突出して、著名な一族である。バージェス動物群、約5億、500万年前の代表的動物として、 広く一般に知られるようになったが、さらに古い時代に属する墨エ動物群、約5億に、500万約5億に、レー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 レ、前にもアノマルカリス族と思われる種類がいくつか発見されている。一方で、バージェス結ン類層より、新しい地層からの湿度はほとんどない。最大の個体は約1メートルにも及ぶと推測され、 基地カンブリア紀最大の動物であり、当時の頂点捕食者、生態ピラミッドの最高自称飛車であったと考えられる。直接と思われる子孫を残さずに絶滅した動物群に属するものであり、かつては所属タクソン、分類群不明のプロブレマティカ、不詳化石の代表例として語られてきた。その後は研究が進んでおり、他のアノマロカリス類などと共に、 基盤的な節足動物であると認められ、節足動物の起源に繰り広げる議論において重要視される古生物になった。バージェス動物群に属する代表的な動物として知られているが、触手の化石については以前から発見されていた。触手の化石は当初はエビの仲間の腹部と考えられたことから、1892年にカナダの古生物学者である。 ジョセフ・フレデリック・ホワイティーブス、ヨゼフ・フレデリック・ウィティブスによって、ナメローを、奇妙な、コリス、エビ、すなわち、奇妙なエビとの意味で、アノマローコリス、アノマローコリス・カナデンシスという学名を与えられた。中国語でも、キエビ、キカである。完全な化石が発見される前に、古生物学者、チャールズ・ウォルコット、チャールズ・ウォルコットは、口と胴体を発見し、 口の部分はクラゲの化石と判断して、ペユトヤ・ペイトヤ、ペイト・ア,アーナ・トールスティ、胴体部分はナマコの一種と考え、ラガニア・ラガナヤ、ラガナやカンブリアと、それぞれ個別の動物として、被災を行った。特にペユトヤは、古生代カンブリア期の復元図には必ず描かれるほど、有名になった。しかし、アノマロカリス、ペユトヤ、ラガニアの化石については、 次のような疑問があったあ。そして、ハリー・ウィッティントン、ハリー・ B ・ウィッティントンと、デリック・ブリックス、デリック・ブリックスがラガニアの化石を再検討した結果、その端の部分にペユトヤがついており、その前に体をなして、アノマロカリスが付属していることを発見、1985年に、これらのそれぞれが大きな動物の一部くらいであることを認め、触手を示した学名を採用し、その動物は、 アノマロカリスカナデンシス、アノマロオコリスカナデンシスと名付けられるように至った。その後も、再研究によってラガニア、およびペユトイヤは、別属のアノマロカリス類のなして残っている。本属の化石は、主に北、アメリカ、米国のユタ州および、ネバダ州、カナダのブリティッシュコロンビア州、バージェス結岸類層、中国雲南省のスミエ、オーストラリアのカンガルー島、エミベ結岸類層、 エミューベーシェイル、フォーメーションなどのいわゆるラーゲル種鉄典で発見されている。頭部の全部付属し、触手は硬質であり、他の体の部分に比べれば発見例が多い。バージェス動物群の中で最も大きな動物であり、触手などの散在した部位から推測し、A カナデンシスの体長はおよそ1メートルにも及ぶ。ここでは、主に本属のタイプ種である A カナデンシス。 アノマロカリスかな伝出の特徴に基づいて説明する。講義のアノマロカリス、いわゆるアノマロカリス類の特徴については該当時を参照のこと。胴体はやや扁平な狭い楕円型で、頭部と胴部の間がややくびれる。背側には、シートルブレイズというエラとして考えられた、櫛状の構造がヒレの体の数に応じて並ぶ。足らしき構造は見当たらない。 胴体の腹側から左右ににに大きく、横に張り出した、に似た貝似が13体ある。そののは、体のほぼ中央部にある最も長い一枚を頂点に両の端へ向けて次第に短くなっていく両線両の形を描く。ヒレの前円部にはシワのような構造が密集している。また首に当たる部分にはもう三体のごく小さなヒレがある。体の後端には 斜め上方向に突き出した尾ひれが三ついあり、その最後の体の間にはもう一本の細いひれがある。頭部の両側には大きな目が一ついあり、短い目柄を介して左右側面に飛び出している。エミウェイ結眼からには本属のものとして考えられた目が発見されており、その目は無数の六角形のレンズ、小眼からなる複眼である。一つの目にある、 レンズ数はおよそ1万6千個であり、これは、原生接触動物のトンボの約2万8千個に、匹敵する。頭部の背側には、リング状の外縁と円盤状の中心からなる、甲側がある。この構造は、アノマロカリス類において、一般的な特徴である。頭部の下面中央には、放射状に配列した歯に囲まれ、 輪切りのパイナップルとも例えられたオーラルコーンという円盤状の光輝がある。かつて、アノマロカリスの口はフルディアやラガニアのように32個の葉のうち4つの最大葉は十字配置という典型的なペユトや口、ペイトやマウスだと思われていた。しかし、保存状態の良い化石の観察により、アノマロカリスの口は比較的小さく、葉の総数は不定で、 表面に突起が密生した最大の葉は3つのみであり、三角配置であることが判明した。A カナデンシスの他に、同族の A サロンの化石にもそれらしき熾烈が見られ、本属の共有形質と考えられる。唯一の関節詞として、口の前には全部付属詞、フロンタルアペンディッジス、一時期には大付属詞、グレートアペンディッジスとも呼ばれたという。 外骨格に覆われた2本の触手がある。左右にやや扁平で、14節に分かれ、全体の造形は、エビの腹部に似ている。先に向かって、細くなりながら、下側に曲がり、先端の節を除いて、内側の棘状突起は1節に1体ずつある。そのうち、第2から10節の棘は3冊状になっており、先端に向けて、次第短くなるが、奇数節の棘は玉数節の、 より少し短い。腹側の関節膜は幅広く、可動範囲が広い。この触手は下側に向かって曲げることができ、これで獲物を捕らえ口に運んでいたと考えられている。内部構造は、消化管とヒレにつながる体を成す筋組織が確認できる。消化管は、ヒレの体の数に応じて、節に分かれ、前腸、中腸、後腸という三部分からなる。そのうち、 前腸と校長は太く、中腸は細くて6体の消化栓が両側に並ぶ。これもヒレの体の数に対応する。これらの特徴、特に消化管の構造は、節足動物様の大切性を持つことを示し、特殊化した前腸と校長も、節足動物のように消化管の両端の内側は、口ククラ層に覆われ、体表の口ククラと同様に脱病も行うことを示唆する。本種は、 当時の頂点捕食者であったと考えられている。発達した腹眼、捕獲状の触手、ヒレにつなぐ発達な筋組織、流線型の体つきや消化線などの特徴は、能動的な捕食を行っていたことを示す。捕食の際は、頭部先端部の触手で捕らえた獲物を逃がさずに、口の方向に導いていたと考えられている。やや細長い体の両側に、 一面に張り出したヒレが並ぶ構造は原生の動物では例がない。放年エビを代表として腹部にヒレが並ぶ構造の動物はあるが、それらは腹部を上にして泳ぐのが普通である。それに対してこの動物ではヒレが側面に張り出しており、これらを波打たせて、例えばエイやコイカのような方法で泳いだのではないかと考えらる。カンブリアの化石からや 消化管の内容物として考えられるミツバ葉虫の破片の塊、山ム虫にはかじられた後にもしばしば発見されており、これらはアノマロカリスによるものとも言われている。しかし、アノマロカリス類の葉は損傷が見られず、山ム虫の殻を破れるほどの高度はない。全身化石の消化管から山ム虫の破片らしき、 物も確認できず、むしろ柔らかい動物が主食であったとする知見もある。一方、前述の三葉虫の後には融合する傾向があり、アノマロカリスは脱皮直後の柔らかい三葉虫を狙う可能性をも示した。どころか2011年、新たな化石証拠といくつかの従来の化石に行われる再検討により、従来のアノマロカリスのものと思われた歯は、ラガニアと、 フルディアのものであると判明し、アノマロカリスの葉は思われるほど、典型的ではなく、蒸気を参照。開口部も他のアノマロカリス類よりも小さいであることが明らかになった。このような口は大きくて硬い採用虫を捕食するには、不向きで、むしろ柔らかい全虫型の獲物に向いている形で、あると思われる。その外見や構造は、 一見して現在のいかなる動物群にも似ておらず、かつては既存の系統への分類が不可能な生物、プロブレマティカであるとの主張があった。体に大切や体を成すヒレがある点では、関係動物や節足動物との類縁を感じさせるが、関係動物としては型が特殊であり、節足動物にしてはヒレがあまりにも付属子の体を成していないといった問題点があるからである。 他方、これに反対する意見もある。それによると、腹眼、関節子である触手、消化腺、大切性を示唆する、形態的特徴など、節足動物との重要な共通点が見られ、この動物が属するアノマロカリス類は、節足動物に含まれると、理解するのに無理はないという。特にハンブデルリオンなど、近縁のものには、ヒレの付け根の下に足を備えた種があり、 このヒレと足の組み合わせ、いわゆるニサ型付属子は、節足動物の共有原子形質でもある。特に21世紀代以降から研究が進んでおり、アノマロカリス類と、節足動物の直後な類縁関係は、ほとんどの新たな化石証拠と分岐学的知見に指示される。前代脳、口前用に対応する、捕客上の全部付属子と体をなす一連のヒレの組み合わせという、 あのマロカリス類の付属子の配置は、原生の動物には見られず、パンブデルリオン、ケリグマケラやオパビニアなど、ジルドローボポリスのと共通する。このような絶滅した禁煙のみならず、柔軟な大切と脳構造など、接触動物のもの以外にも、ハーシ動物、ユーツメ動物、寒フ動物という他の、反接触動物との共有原子形質も、わずかに存在し、 最初期の接触動物の系統発生の様子を推定するのに重要な存在である。こうして、アノマロカリス類とその類縁は新生の接触動物、新接触動物とされないものの、接触動物の初期はキミチ系統、ステムグループに位置する基盤的な接触動物であると認められるようにな。ミキサイの種を含め、世界中で多くの禁煙種が発見されている。 当初の復元図は2種の動物を組み合わせたものであることがわかり、上術のような特徴を持つアノマロカリスカナデンシスと、体が幅広く、目が頭の後方についているラガニア、ラガナイアカンブリア、ゲンペユトヤペイトやネイトールスティが区別された。この種の体型は丸く、目が後方にある点などから底生生活だったのでは、とも言われている。バージス動物群のラガニアと、 フルディアに限らず、スミエ動物群のアノマロカリスサロニアアンプレクトベルア、シリウスパセット動物群のタミシオカリス、エミューベイケツガン類層、エミューベイシェイルのアノマロカリスブリックシなど、アノマロカリスに似た個生物は、世界中のカンブリア期の地層から、次々と発見されており、多様なグループであったと、明らかになった。アノマロカリスをも含め、 これらの個性物は、アノマロカリス類を構成し、さらにオパビニア、パンブデルリオンとケディグマケラなどのギレドロボポリンスと、共に、ダイノコリデダルに属する、基盤的な接続動物とされる。アノマロカリス属として分類されたアノマロカリス類は、いくつか存在する。しかし、アノマロカリス類の内部系統において、本属は往々にして、単系統とされていない。かつて、 ラガーニアなど初期に発見された一部のアノマロカリス類もアノマロカリス属として名付けられた。表記は左から順に学名、命名者、和名、もしくはカナテン社形、ラテン語発音の転写、特記事項。破棄された学名、シノニムは以下のものが知られる。アノマロカリスを含めアノマロカリス類はカンブリア期に繁栄した古生物であるが、 カンブリア期の中期と後期の間、ミドルカンブリアンの終焉期を境に、長らく化石が発見されなかったため、絶滅したと考えられていた。その時期には、地球環境に大きな変化はなく、温暖な気候が続いていたと考えられているため、なぜ突如として絶滅したのかは、謎とされていた。しかし2009年、デボン期の地層から、 アノマロカリス類であるシンダーハンネスの化石が発見されるに至り、アノマロカリス類はカンブリア期を越えて生存していたことが分かった。2011年5月、モロッコで新たに、いくつかのアノマロカリス類の難組織を残したオルドビスキの化石が見つかり、注目を集めている。さらに2015年、前述の一部の化石はフルディアによく似た。 全長2メートルの大型アノマロカリス類のものであると判明し、A ギロカシス、E ジロウカシスとして記載された。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。